皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もブレブレをやっていきたいと思います。今日で5日目ですかね。5個目ですね、ダイヤもらうのが。ステップアップですね。ですね、5個目ですね。まあ、いろいろたくさんもらっちゃいますね。で、前回ですね、クエスト途中で多分動画終わってしまいましたので、まあ、今回ですね、クエストをちゃんと丸々1話お届けしたいと思います。第4話ですかね。で、初期のメンバーで、まあレベル1ですけど、どこまでクエスト進めるかですね。あの、まだちょっと操作性よく分かってませんので、まあ、必殺技だけ使い方が分かったぐらいですね。あれですよね、この主人公の名前ってアランダスピスみたいですけど、最初に名前設定できたんですね。で、後から名前変更しようかなと思って探してるんですけど、どうやって名前変更するかわからないという、もしかしたらできないんですかね。まあ後々ですね、なるほど点ってつけたかったんですけど、クエストを進めてるんですけど、ストーリーがあまりよく覚えてないですね。毎日やっていても、まあ多分ここの遺跡の奥深くまで進んでるんだと思うんですね。明獣っていうんですか、本当のロールプレイング並みのストーリーのボリュームの多さです。ストーリーのシナリオといいますか。さて、戦闘ですかね。まあ、魔剣の女の子たくさんいますからね。まあ、どれだけ人数いるかは分かりませんけど、まあ、魔剣図鑑が見れるみたいなので、まあ、ガチャ回してたくさん溜まったらまた魔剣図鑑用の動画をお送りしたいと思います。お、戦闘ですね。まあ、自動で戦ってくれますね。で、左下のブレイズドライブが溜まると必殺技が打てるですけど、これで今打てるみたいですね、レベル1。まあ、他なんか操作できるんですかね。まあ、いろいろタップしてますけど、まあ、やっぱ必殺技ボスに使うべきですよね。なんか敵が攻撃してる姿をまだ見たことないんですけど、なんかこちらが一方的にずっと攻撃してるような、まあなんか攻撃してますかね。音が出てませんでしたね。やっぱ女の子の声があると、あるのとないのとは全然違いますね。まあ、テンションが違うと言いますか。必殺技をちょっと。終わった。
キャラクターのレベル上がったらキャラクターどうなんですかね、魔剣もレベルありますよね。熟練度って書いてます。熟練度みたいなやつですかね。でも久々にクエスト丸々1本取れましたね。なんとか取れました。ここは声が出てないんですね。お、音楽も出てませんよね。いや出てますね。あ、なんかちょろっと喋るんですね。大勇者とかいるんです。桜会場、なんか綺麗な街並みの会場。勇者は魔剣使わないってことですかね。あ、ですね、この女の子は SS ランクなんですね。このペンダントは小さい頃からずっと大切にしている魔法のお守りみたいなものでしょうか。タップしたら喋るんですよ。マスターには守りたいものはありますか。ならば私もそれを守りましょう。お姫様抱っこ。いくつになっても嬉しいものですね。でも少し恥ずかしいかな。素晴らしいですね。では今回の動画は以上といたします。よろしければ、グッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。それではまた、まあ、明日ですね、またログインしてダイヤ貯めていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。